はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビジです。では、今回は、提督の決断をパープキット。大日本帝国海軍駆逐艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。前回からですね、アメリカ軍との本格的な戦闘に突入していまして、今回の作戦目標はですね、こちら、ミッドウェーの方に攻略作戦を仕掛けていきたいと思っています。で、ミッドウェーの方はスパイレベル3まで上げてますので、このまま、中部太平洋に展開している艦隊を使って一気にミッドウェーで攻略していきたいと思っています。投入する艦隊は第1、第2、あと第13艦隊を置いて第14艦隊を投入していきます。で、投入する艦隊の内訳ですけども、第1艦隊の方は揚陸艦を5隻持ってますので、突入と同時にこの揚陸艦も使って陸戦隊を敵基地に突入させていきます。で、第2、第14艦隊で敵の艦隊をね、撃破していくという作戦になるようになります。で、敵の艦隊ですが、第7、第9、第16と3個艦隊入っていますね。まず、正規空母1隻、護衛空母1隻の第7艦隊。第9艦隊は、正規空母1隻、護衛空母3隻、大破、中破しているものを含んでいます。それと、揚陸艦を含んでいる第16艦隊。これらをね、撃破していこうというふうに思います。で、ハワイの方から増援、あるいはアリューシャンの方から増援という可能性があるんですけども、今のところアリューシャンとハワイのスパイレベルが低くて、増援があるかどうかっていう確認が取れないので、増援ある前提でね、しっかり気を引き締めて戦っていきたいと思います。で、製造の方は一式の陸攻、航空機の一式の陸攻、あとは島風海、速度39ノット、5連装5機の魚雷を持った島風海、これの生産を行っています。では早速ミッドウェーの方に攻略戦仕掛けていきたいと思います。先ほどご説明した艦隊ですね。1、2、14、ご覧の艦隊を送っていきます。で、敵の艦隊の位置不明なんですが、ある程度こちらの艦隊はまとまった行動をしたいので、一番近い位置からですね、揚陸艦を投入すぐにできるように、第1艦隊を敵基地の一番近い位置から投入、残りをね、その上下から投入していきたいと思います。日没とともに出撃です。おっと、いきなり敵艦隊発見か。これ揚陸艦を守りながら進みたいので、このまま第1艦隊で敵の艦隊の状況を見ながら揚陸艦の進路を考えましょう。第2、第3艦隊も発見済み敵の艦隊の方向にまず向かいます。ただ最低でも敵3個艦隊はいると思っていいと思うので、あんまりね、序盤で、戦力消耗しないように気をつけましょう。で、揚陸艦が入ってる艦隊ですね。揚陸艦がこちらに転進してきそうな気配がありますけど、これ揚陸艦に進路阻まれると邪魔くさいな。第2、第14艦隊の進路は変更します。敵の艦隊の発見に全力を注ぎます。今見つけたこの艦隊、規模大したことないので、このままね、揚陸艦を護衛して、第1艦隊で、おっと、ただ戦艦からの攻撃が来てるな。敵基地を防衛しようという動きですね、これは。そしたら、揚陸艦をちょっと一旦離脱させて、角度を変えて投入していきましょう。このまま行くとね、揚陸艦がやられてしまう可能性があるので、それを避けたいと思います。我々は敵の戦艦に突入です。第2、第14艦隊も敵の戦艦の方に突入していきましょう。第1艦隊は魚雷撃てるタイミングでもう撃っていきます。戦艦に突入して撃つのが一番いいですよね。敵の戦艦を確認。戦艦に向けて雷撃戦を挑んでいく。第14艦隊までこのまま雷撃戦に入っていきましょう。
駆艦の消耗がね、最近特に激しいので、常に駆逐艦を作っていかなきゃいけないっていう状況なんですけど、駆逐艦のね、その火力を生かして早めに敵の戦艦を沈めるっていうことによって、味方のね、損害も結果的に削減できるので、積極的にね、攻撃は仕掛けていきましょう。さあ第14艦隊も敵の艦隊戦艦に取り付きましたね。このままこのまま行きましょう。第2艦隊も戦域に突入してきています。こっちも敵の戦艦がいそうですね。戦艦の方に進路を変更。揚陸艦部隊はちょうど今ね、穴が開いているのでここで突入していきます。ここで一気に敵の戦艦を撃沈していきましょう。第1艦隊は進路を変更して、第2艦隊が戦っている敵の艦隊の方向に向かっていきます。敵の空母も確認してますね。敵の空母最優先で攻撃を仕掛けていきます。戦域がどうだろう。これ見るとミッドウェイ島の北側北部で激戦になっているようなので、全艦隊そちらの方向に進路を変更していきます。了解。第14艦隊も、ね、敵の艦隊あらかた型がつきましたので、了解、ミッドウェイ島の北部に進路を変更。残っている敵の艦隊を撃滅しながら進んでいきます。さあ敵の戦艦空母優先的に今攻撃仕掛けてますが、我々のもちょっと損害がね大きくなってきてるかなという感じがしますね。早めに敵の戦艦空母を仕留めておきたいところですが、第1艦隊の消耗が激しい。第14艦隊でこれで救援に向かいます。第2艦隊は敵の追撃に入りましょう。敵の空母撃沈。まだ護衛空母2隻残ってるの確認してますので、これを追っていきます。揚陸艦からは陸戦隊を出していきましょう。第3艦隊は戦力十分ですが、第1、第2艦隊がね、ちょっと消耗してきてますね。さあ、第2艦隊で逃げる敵の護衛空母を仕留めにかかりたいと思います。我々の戦力も駆逐艦5隻と減ってますが、ここはね、なんとしても空母にとどめをね、刺したいなというところですよね。第3艦隊が敵の戦艦を攻撃しつつ敵の空母の方向に向かっていきましょう。了解。第1艦隊はもう風前の灯火ですね。第2艦隊もちょっと辛そうですが、ここは敵の空母になんとか一撃を加えてもらいたい。さあ揚陸艦からは全部出ましたね。これで撤退させていきます。揚陸艦は全艦撤退。飛行場の方は陸戦隊が占領してます。第3艦隊で敵の空母のいる方向に向かいたいんですが、ちょっと苦戦ですね。ここは敵の空母に第2艦隊でとどめをなんとか刺してもらいましょう。よし、敵の空母撃沈。これで残っている敵の残存艦隊のね、撃破の方に向かっていきましょう。では残っている敵の艦隊撤退行動に入っていると思うんですけども、これをね追撃して、仕留めにかかりましょう。
逃げる敵の艦隊を追ってますが、ちょっとこのまま追いつけなそうですね。まあ、ただ、この海域のね、占領はできそうです。はい、ミッドウェー海戦、勝利で飾っています。確認していきましょう。味方の損害もかなり大きくてですね、第2艦隊が壊滅しています。第1艦隊もね、半数以上を失っています。第14艦隊はね、2隻の駆逐艦の損害で食いとどめました。一方アメリカ軍の方ですが、まず戦艦合計4隻を撃沈、さらに正規空母1隻、護衛空母1隻を撃沈してます。このミッドウェー島が取れたので、アリューシャン方面も取って、太平洋のね、一つの進行ルートを潰して、残りの戦力をニューギニア、オーストラリア方面に振り向けるというね、作戦に切り替えを行っていければいいかなというふうに思います。お、小型ディーゼル機関の2が開発可能になりましたね。これでまた駆逐艦を強化できるようになるので、お金3000かかりますが、ここは小型ディーゼル機関2の研究はね、早急に始めたいと思います。では次回はアリューシャンの攻略を行って、戦力をですね、ミッドウェイに集中、もう一つ マーシャルに集中、そしてラバウルへ進行してオーストラリア攻略を目指していきたいというふうに思います。